こんばんは。聞こえますか？お疲れ様です。寒。なんやねん。いや、今日はちょっと様相から始まろうと思って。マイクあるじゃん。あります。ちょっとしたあれだよ、あれ。そんじゃねえわ。遠ぶね。いや、違うねって。ジオグリフな。俺は曲げんで。明日はこいつと心中する。今ええ感じに2番人気なんや。そして、おお、曲げね。俺は今回だけは3.5倍ジオ切る。切れ切れ。後悔しても知らんぞ。俺これにとりあえず 20K を見とんやけど、俺がもし明日もうちょい伸びるようなら、4とかになるようなら、俺は 30K 投入も考えておる。今回に限り。それぐらい自信があるんじゃ、俺。ジオグリフに。泥船に乗って。来い来い、ウェルカムだ。ドンと来い。俺の船に乗りたいやつは。そうなん、マジ。俺はここにかけとんじゃ。明日の朝日杯フューチャリティステークスにようこそ。俺の泥船に当ててやって。胴船チャンス。ねえしょねえ。終焉か。終焉では微妙なんだよな。寒い。見つかっちゃった。身を滅ぼす人間だわって。まあとりあえずでもちゃんとした予想も立てておこうかな。どうせだから副将でって。副将なんていうこと言うな。な、とりあえずセリフォス君、俺の一番の敵は一番怖いとこですね。セリフォス。2.8 倍と圧倒的支持率を持っておるセリフォス君。そしてそっから、セリフォスが4番。あざす。7番のダノンスコーピオン。ダノスコ。とりあえず上の奴らで行ったら、ダノスコ君が 8.7。で、そっから Do this Do this。 7.3倍。ダノスコも怖い。まあな、グレナディアガーズが勝つ時代やけんの。何が来るか分からんのは分からんが。で、ドーブネくんな。これが Do this が9番で、11番の胴船。これはあのアベマの誰やった、社長の馬やけんの。アベマの社長には逆らえんけんの。俺も一応入れといたるわって。で、13番、我らがジオグリフだ。藤田よ、藤田。皇帝ジオグリフ、ね、3.5 倍と。まあこのぐらいか、今んとこ見れるんは。これのな、3連複ボックス買っとったらとりあえず当たるとは思うんやけどな。それではちょっと弱い。セリフォス以外で買わないやつ。まあ一応俺も考えたんよ。一番被害の少ないなんぞって思った時に、まずジオグリフの単勝に 1.5K かける、違う、 15K かけるんよ。これに 15K と
あのセリホスと43のウマレンに 15K かけとくんが一番保険としてはありなんやけど、ね、これやったらセリホスが1着に来てもとりあえずは行くばっか戻ってくるんやけど、それではな、もうあれではないと。でこれ逆にな、あのジオグリフが1着で入ったらこっちも当たるし、一応保険的なもんはかけれるんだが、そこはそれもうあれやけん、どうせならここ合算させたんをもうこっちにぶち込んでやるっていうんが基本戦略だ。タヌキが満足しないって、お隣のジオグリフ買うってマジ飛ぶでって、まあいい俺や、終わった時になんて言うか、見物やがマジで、戻られなんてなかったんやって手のひら返すなよ、損かわしい。俺はもう喉鳴りとかそんなレベルじゃないけん、もうあいつは勝つために生まれてきたって思ってます。俺このジオグリフ君はもう光り輝きよりどころじゃないけん、私がビッグになっても話しかけないでよっていう、あの覗き屋のアイドル崩れみたいになっとるけん今俺。大丈夫、いけるジオダイン、オーラはあるはず、自信満々やな。もうこんぐらいやっとかんといかん、まあ、知らんぞ直線でお前先行みたいにぶち抜いていってもそこだけやけん、もう俺が信用しとんわ。デムーロ、そうデムンロがこの前ランしてくれたんぞ俺らに。じゃあ聞くけど、デムンロがだ、そこ信用するもどうかと思うぞ。デムンゴ完全に C デムンゴになっとったですやん、こん前これ危険よ。まあルメンゴにもなっとったけど、あのヒンバあれは両方ウンゴになっとったか。M の方、あ M の方な、セリフォス M デムンゴな、それはちょっと怖いな、 M は買っとったけんな、カットイン、あるカットインどころじゃない、もう金カットインよ。ジオグリフは今俺の中でなんなら虹まで行くかも。セリフォスは C やろ、 C 前あれやん、大幅出遅れた先般ですやん、ウンゴやん、 M が買ったんやぞ。阪神山菜ヒンバステークスはプルパレーの評価、いや分からん、タケシャン入れとけよ、タケシャンはさすがに勝つまでは至らんのよ、残念ながらドゥーディースは。落ちてるかねって思うけどな。しかも外枠っていうのがええんよ、ここ俺はいろいろ調べてきたんや、内枠よりかはな、外枠の方があの競馬はしやすいらしいけん、この朝日杯山菜ステークスは。字を単でいこうかな、よしよし、乗ってきたぞ乗ってきたぞ、だいぶ支持者が増えてきたぞ、こんばんはって。外枠きついって聞いてた、違います、残念ながら今回ここ阪神に限り外枠の方がいいです。内枠で包まれるより13ぐらいのオーストからまくる方がいいです、しかもルメールの得意戦法です。それ勝ちました、ワードはセリフォスかな、またか、来年になったら終始リセットになるじゃろうな、うん。進まれそう。まあどうするかは知らんけどな、セリフォス陣営が。俺はもうそっちは完全キリにしとるけん。こんばんは。でもここに 30K かけて、もう11万飛んで何万いただこうじゃないかっていう簡単な作業になっとるよ、今俺は。で、行くばっかの戻し、8万ぐらいの、これが戻ってきたら、有馬も、
激タヌキって。で、どう思った？そっちの意見もちょっと一応聞いときたいんだが、俺は旨味あるんけ。あらはい、十分あるやろうが、お前2番人気やぞ、あれほどの馬が。今で多分これはもう覆らん。おそらく明日までこれで行くはずじゃ。なんならもうちょい上がるかもしれない、喉鳴りのおかげで。そこの感激をつく、俺は。ルメカスを信じとんや。ルメカスは確かに朝日会ね、 C ルメンゴ 10戦0勝らしい。ちょ、データは確かに悪い方に来とる。ただそれを今回覆すんだな、ルメール。新たな歴史作ろうや、ダノスコ。生まれんで相手探そう。いや、生まれんの旨味がないよ。セリホスは2着に来るんはもう目に見えとんよ。この生まれんがマジで旨味ないけん。知っとるか、413の 4.3 倍な。これこんなんやるぐらいやったら単勝 1.2 かけた方がええわ。生まれんみたいな不確定要素より、そいつが入ればいいものだって。俺が一番推しとる。んな、セリホスが2着入れませんでした、でこの馬券このオッズで来ませんでしたとか言われてみ、切れるで。それはできん。ルメカスって言わない、言わ、もうなんなら有馬までクロノジェネシスにくら替えするけん。ここ買ってくれたらルメールが、俺よくここからクロノにくら替えするけん。ルメシンに変わる、今回でもう決める、その身体を。で、ここで負けやがったらもうエフコーでクロロの首取りに行くけん、俺。タケシにくら替えする。ウメカス買って当たった時あったっけ？あったと思うよ、一回ぐらい。セリホスジオグリフかもしれんだろ。やけん、それはここで本当やったらこうしようかなってちょっと思っとったけど、仕事中に考えよったんは、これが一番危険もなく旨味も取れるかって思いよったんやけどもやな。それではぬるいって思い直した。真面目な仕事しろって。ついでのこと言うなら、あのシミュレーションもしとったけん、人知らの脳内で、うーんってポクポクポクチーンって、勝ったな、あーって。出遅れでこのメンツに勝てるん、出遅れはなんかね。ひらめいたん、ひらめいた。もうやることはやっとんよ、俺。もうこれ以上あれはできんのよ。ただな、一番怖いんは、あれなんだ。あいつの行動パターンを忘れることが一番怖いんよ、俺がやりそうなんは。たまに飛ばしよるやん、俺。なんかあの、行動をスキップして。あれん時に人知らぬを一回忘れとることがどうやらあるようなんだわ。そこを丁寧にやっていこうと思う、今日は。コイン5枚並べたとこでお前撃たれたことがあるんぞ、俺は。パニックった時とか飛ばしてるって。それなぁ。勝てそうなんて。いや、マジで勝てると思うよ、俺。ようやく来たんよ。目処は立っとんよ。残り4割までは削ったんや、俺。メディアラハンされてなお。しかもまだあったけん、相馬2個とか。なんとかなるはずなんだ。あとあのな、あれな、混沌の断りな。あれの運ゲー感。あれも辛い。あれを最終的まで20回ぐらいは避けないかんのじゃろうて。チャート書いたら。風、氷のな、ちょっとな。
スペシャリストも欲しいんよな。もうデメテルちゃん、ちょっと俺氷のスペシャリストに仕上げようかな、あれ。回復役として出ることなかったし。あ、ガブリエルさんか。ガブリエルさん作るか、とりあえず。そっから始めるか。あー、寒い。マジで寒い。やばい、これ。ちょっと我慢、手温めてファンヒーターでガチガチに冷えとったら勝てるもんも勝てんじゃろうて。超寒いね、今日起きたら雪降りよったし、冬寒い。お前室温とか、お前さっきまでもない7やで、7。帰ってきた時俺今9で、動すぎじゃろう。嘘な、ほんとな。エリーゼのためにが なったら C やし、もうやだ俺。マイナス7です、予想割り。まあ、俺はもう今回はもう決まっとるけん、王冠の時の育ちぐらいこれ硬いと思っとるけん俺。当たってないんやけどな俺。遠いかよ、まあ、遠いはあるんやけど、あ寒い。そうだし、そうだしちゃん暖房あるの寒い。寒いねこれ。エーバシューシカット負けとる。110.100.34K。これをまくれないかんのじゃ、マイナス。タケさんに謝るかな。ドーデュース、ドーデュース、ドー船、ドドボックスか。ということはワンチャン、ドドワイド、ドド W もワンチャン考えられるかもしれんな。まあまあつくんちゃう。9、11ワイドとか。9、11、18.2 か。ワンチャンっすか。買っとけ。いやいやもう曲げん俺は。ジオグリフじゃ、もうこいつの潜在能力は絶対じゃ今俺ん中で。信頼度たるや、その決め打ちせんともう勝てるもんも勝てん。あ、そうしよう。スロー打ちった、行ってな。スロットなんか行っても勝てんから。もうこの朝日川にかける俺は。期待しとってくれ。 20K から 30K は絶対行くけん。もうこれだ。もうあの何、ホープフル捨てるんやったら俺こっち行くけん。できることならこっちで済ましたかったんやけど、ここでこれで済ましとったらホープフルも20受け取ったんやけど、もうそれよりもホープフルを10にしてこっちに30乗せる方が、ホープルとかもわかんねえから。逆にここやったらもうジオグリフっていう、俺信頼に足る馬を見つけてしもたけん。な。アイジャグラーの冊子見たらピエロがトラおんぶしててムカついた。ホープルコマンドラインだから。いや、コマンドラインさんが危険やけん、ホープルにかけたくないん俺は。
何？神田沙也加？それ神田正輝の聖子ちゃんの娘やないん、それ。本当？飛び降り。え？それは何？自分の意思でってこと？え、ま？なぜか札幌で、きな臭い事件の匂いがしますね。事件性はないと言われてる。さや、三八、嘘つけ！何にもいねえじゃねえか。サインじゃねえよ。不謹慎ぞ。自殺、嘘！なんでそんなサラブレッドが。本当に歌のうまい芸能人があって。メンタルはあれだったんかな。札幌なのは舞台やってるから。35歳。やめろってそのサイン馬券にするん。通報しましたって。やめろやめろもう。インドの低さが見えるわ。競馬の旅の。よせ。何でもサインにしたらええんじゃないんすよ。メンタルあまり強くなかった。20回以上じゃって。どうして、なんでって。さあやりに行くかね、俺も。